ヒルサイドテラスは渋谷区猿楽町、八山町の旧山手通り沿いに集合住宅、店舗、オフィスなどからなる複合施設である。建築家の牧文彦により設計された彼の代表作の一つである。第一期が竣工した1969年から1998年まで30年の歳月をかけて建てられてきた。DE 棟に隣接する日デンマーク大使館も マキの設計である。第一期部分については、2003年に、ドーコモモ、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選ばれている。旧朝倉家住宅ヒルサイドテラスのオーナーである、朝倉家の祖先は、元は、甲州武田家に仕えた武士であったとされるが、後に機能して、渋谷に居住した。江戸末期には、三田用水を利用した水車も所有し、 朝倉徳次郎は明治になると、この水車を利用した米の鎮月の収益で、渋谷付近の土地を買い集めて、大地主となり、生米業を営んだ。徳次郎の養子、朝倉小次郎は、渋谷区会議長や東京府会議長を務めた政治家でもあった。しかし、第二次大戦後、朝倉家は所有していた土地の大部分を失い、本宅も、 相続税支払いのために売却を余儀なくされた。手元に残った旧山手通り沿いの土地を活かした不動産経営を検討していた朝倉家は、先代の当主である朝倉聖一郎及び東大当主の朝倉徳道が慶応義塾大出身だったことから教授の紹介で、同じ慶応育ちの牧文彦と1967年に知り合い、大館山集合住宅計画を立案させた。 当時、この地域は、第一種住居専用地区に指定されており、店舗の開設は認められていなかったが、牧は、ヒルサイドテラス AB 棟を建設する際に行政と交渉して、用途規制緩和を実現し、現在のような住居と店舗が混在する建築を実現させた。朝倉家ともに25年のヒルサイドテラス計画、薪文彦、ヒルサイドテラス公式サイト、前田屋、 ヒルサイドテラス物語、朝倉家と大観山のちづくり現代企画室2002年、20から52ページ、前田前景書、56ページ。ありがとうございます。